はい、こんにちは、秋坊こと秋広です。今日はですね、セブンイレブンさんで売られているパンについてなんですけれども、僕が一番好きなふわふわもっちもちしたパン、これについてランキング付けをしてみたいと思います。では早速やってみましょう。ということで、僕が選んだランキング、ふわふわもちもち第5位はこちらの商品です。はい、こちらですね。こちら、こういうちょっと大きなパンなんです。切った感じがこういう感じなんですけれども、だいぶ大きなパンですね。草履ほどあるかなという感じで、切った感じがこんな感じです。マヨネーズとベーコンが乗ってるのかな。ちょっと食べてみますね。まあ普通のパン生地というか、ちょっと柔らかい生地のパンに、ベーコンが乗ってて、この白いのがマヨネーズですね。だからマヨネーズとベーコンが好きな方は好きだと思いますよ。美味しいです。はい、ということで第5位でした。続きまして第4位はこちら。はい、続きましてこちらですね。ちぎりパンっていうんですけれども、ちぎるためにこういう断面、形がついてるんでしょうかね。ちょっと長いパンですね。こんな感じの長いパンで、切った感じの断面がこんな感じで、ちょっと中にクリームが入ってますね。こんな感じです。ちょっとこれも食べてみますね。ふんわり柔らかい生地のパンの中にチョコレートのクリームが入ったような感じで、本当にちぎりパンというか、ソフトちぎりパンみたいな感じ、しっとりした柔らかさです。はい、続きまして第3位はこちら。はい、続きましてはこちらですね。卵サンドなんですけれども、ちょっとサンドって言ってもちょっと変わった生地のサンドイッチなんで、普通の食パンではないでしょう。こんな感じで中が卵が入ってるんですけれども、まあ、三角形なんですけれどもね。ちょっとこれも食べてみますね。中の卵は普通の卵サンドとまあそんなに変わらないんですけど、このやっぱり両方のパン、これが食パンよりもまだもう一口二口ぐらい柔らかくしたようなふわっとしたパンです。だから普通のサンドイッチの卵のサンドイッチよりも、こちらの方がパンが柔らかいっていう感じ、非常に美味しいです。はい、ということで続きまして第2位はこちらの商品です。はい、ということでこちらですね、お好み焼きのパンですね。まあ見た感じはこんなお好み焼きみたいな感じで、切ったらね、これ中に焼きそばが入ってるんですよ。こんな感じです。ちょっと食べてみますね。お好みパンって言うんですけれども、中のこの焼きそばの具がすごく入ってるんで、お好みの風味を味わいながら中のそばが妙に味を強調してくるっていう感じがして、まさになんかお好みと焼きそばを一緒に食べてるような感覚ですね。ただこのやっぱり生地なんですけれども、非常にもちもちした生地で、柔らかい生地に仕上がってます。だから焼きそばを柔らかいお好みで巻いたような感じ、非常に美味しいです。はい、ということで僕が選んだセブンイレブンさんのふわふわもちもちランキング第1位のパンはこちら。はい、続きましてこちらですね。こんな感じでちっちゃいのが5つ入ってるんです。でこれを出してみますと、こういうボールみたいな格好で、これを半分に切っちゃいますとこんな感じになってるんです。スポンジみたいな感じ、こんな感じ。ちょっと食べてみますね。ほんのりねチーズの味がするんですけれども、
どちらかというとマシュマロみたいなチーズパンみたいな感じです。ちょっと食感がマシュマロに出て非常にもちもちした生地です。これ非常に弾力がある生地で、まさにもちもちしてます。美味しいです。はい、皆さんいかがでした？2位が惜しくもお好み焼きパンになっちゃったんですけれども、1位のプチチーズモッチ、これね、チーズの香りはそんなにきつくないんですけれども、生地の方は本当にふわふわもちもちなんです。僕も食べた時にうわこの生地もちもちで美味しいと思ったんで、本当にふわふわもちもちが好きな方、一度食べてみる価値はあると思いますよ。ということで、コメント、高評価、チャンネル登録、またよろしくお願いいたします。